はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。世の中には二通りの人間がいる。一つはフラワーアレンジメントがうまい人間、そしてもう一つは花束がうまい人間。あなたはどちらに分類されますか？俺か？俺はな、どっちもだ。さあ行ってみよう。はい、今日はね、こちらの器にアレンジメントを作っていきます。今日はストレッチャーとかバラとかを入れたちょっと華やかな感じのアレンジメントになります。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではね、まず最初にこのストレッチャーをね、上に立てていきます。このストレッチャーって、ほら、いろいろとこう形があるの分かります？今2つ持ってるだけでもこんだけ違います。これはこうやっぱり上に来るものの方が、まあ、例えばこう強いものにする場合と、こう個性的な感じのね、ものにする場合たり。こうストレッチャーでいうと同じ方向に向けてこうやってベタベタ並べていっちゃう人いるんですけど、あれはね、気持ち悪いからやめましょう。そうじゃなくて、こういう風にこう方向性があるんですね。なのでこう向けたらこっちはこう向けて、こう力をこう分散していくような感じで生けていくとかっこよく仕上がります。はい、今日はね、この3本をこういう配置にしてみました。はい、でここでストレッチャーの葉っぱをね、入れていきます。でストレッチャーの葉っぱはこうやって大きさをね、整えることができますので、大きいと思ったらそのまま使わないで、しっかりと大きさを整えて使いましょう。で、溜めるとこのようにすごく綺麗なラインができますね。なのでそれもそのまま使ったら、美しいラインが出てきませんから、必ずこうラインを整えてから刺していくようにしましょうね。でもう一枚。はい、次にこちらのカラーを入れていきます。これすごくないですか？もうこういう、あ、これ見えます？すごいでしょ。こういう花材見てなんかこうウキウキするような人はものすごくこう絶対上手くなるんです。すごくお花が好きということですから、そういう人はぜひエルフラワーへ来てください。ものすごくすぐ上手くなりますから。なんかね、このホームスクールに来たくて遠いからって我慢しちゃってる人もいるんですけれども、結構遠くから皆さん来てます。なのでまあ月に1回だったり2月に1回だったり3月に1回でもいいですから、ぜひね、いらしてみてください。それからね、うちの全国にあるスクールとこう併用してね、本部に来るという方もいっぱいいますから、それでもどんどん上手くなると思います。ぜひお待ちしております。はい、では次にこのモンステラを入れていきます。モンステラもこのまま入れるとちょっとね、こう可愛くなっちゃうじゃないですか。そしたらハーフカット、これもうちのスクールの技法ですから、これで入れていきます。そしたら次にこの黄色いね、バラを入れていきます。ちょっと黄色とか入れた方が、まあ、明るくなるかなと思って今回は黄色を入れていきます。